ございます。いるよ。今日はなんか舞台の合間に。そう。100円。いるよ。あの、しゅうさんも1000円カットとか行かれるんですね。今金ないから。ちょっとそうですね、あんま顔さすと恥ずかしいかもしれない。いやもうマスクも取らない感じ、髪切るから。マジで。早いやろ。そうですね、早いです。結構使うねん最近。あ、そうなんですね。10分とかで終わりますもんね。ただな、最後な掃除機で髪の毛吸われるのが恥ずかしい。シャワーとかないですからね。もう吸われるのをなんか魂まで吸われてるような感じで。もう中国の子がな、なんか頭なんか撫でられたらなんか魂まで取られるような感じの。結構伸びたんですか今髪の毛。そうよ、普通はもう切ってんねん。大体2週間やから。はいはいはい。2週間やから切るのは。2週間に1回切られるんですね。なるほど。ほんまは大阪の行きつけの店があって、そこは1680円。あれ今安い。ちょっと500円上げて、ちょっとだけ高い、安いところで、もっといや芸能人ってもっとなんか4、5千円するところで切ってるんかなっていうイメージでしたが、金ないね。わかりました。じゃあ行ってらっしゃいませ、庄司さん。行ってくるわ。お願いします。お待ちしております。指名されたから。行ってらっしゃいませ。ありました。お待ちしてましたわ。すっきりしましたね。すっきりしたやろ。掃除機で吸われてるのも見ておりました。掃除機で吸われてるのも見てました。ね、恥ずかしい。戻りましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。